ドッグショー、ドックショー、英語、コンフォメーションショー、ブリードショースとは、純血犬種の品評会である。犬の良し悪し、単純な、美しさを競い合うものではなく、その犬種の基本的な犬種標準、スタンダードに最も近いかを競うもの。自然交配を肯定し、雑種、ミックスが増えていくうちにだんだん時の犬種らしさが、消滅してしまうのを防ぐ、犬種の保存的要素が強い。 日本では、ジャパンケネルクラブ、JKC、ジャパンケネルクラブが主催する、ドッグショーの規模が大きい。通常は、クラブ店の250頭、クラブ連合店では400から500頭が集められる。国際的な組織国際畜区圏連盟、FC、フェダーションサイナロジェケイアンターナスヨナルに加盟しているので、FC のショーには1500頭から2500頭が集められる。国内では、 約3000頭が集められる不思議、アジアインターナショナルドッグショーが最大規模で毎年4月の最初か3月の終わりにの2日間にわたって開催される。また、探検手だけで開催される単独展もある。ドッグショーではスポーツとしてハンドリングを楽しむ少数の人を除けばチャンピオンになることが目標になる。単独展を除けば 基本的なドッグショーの進行は次のようになる。同じ犬種同士で戦う、オスとメスは別々で審査。この場合、年齢によるクラスの分類がある。JKC では、ジュニア、ヤングアダルト、アダルト、チャンピオン、すでにチャンピオンになっている4クラスがあるが、これは国によって異なる。例えば、ジュニアクラスの出陣系が1頭であれば、1頭だけの、 審査が行われる。通常のこの段階で失格になることはない。ヤングアダルトクラスの出陣権が2頭いれば、その2頭で対戦し、1頭が選ばれる。ここでアダルトがいないのであれば、ジュニアの1頭とヤングアダルトの勝ち残った方の1頭が対戦し、勝った方がウィナーになる。次にチャンピオンクラスだけで戦われる。チャンピオンクラスに1頭しかいなければ、 その1頭の審査がなされ、終わるとウィナーが呼ばれ、その2頭で対戦となる。勝ち残った方が BOB になり、グループ戦に進むことができる。この時点で3頭以上が参戦したので、BOB には CC チャンピオンチャレンジサーティフィケートが発行される。出陣した犬の数が3頭に満たない場合は、発行されない。犬種ごとの BOB が決まると、 グループ戦に進む。すべての BOB が一同に対戦するが、まず、13頭が選ばれる。それらはエクセレントと呼ばれ、BOB になっても、同犬種の出陣が3頭未満で CC が発行されていない犬に対して、ここで CC が発行される。13頭からさらに3頭に絞り込まれ、3頭のうちのトップがキング、オスの場合、メスはクイーン、その他の2頭はリザーブキング、 リザーブクイーンとなる。最後に、キングとクイーンが戦い、勝者を BIS ベスト印象として終了となる。連合店ヤフシーでは CC ではなく MCC メジャーチャレンジサーティフィケートが発行される。グループ戦でトップ3にも発行される400頭以上のクラブ店でも MCC が出る。ここで出てきた CC を3枚。 MCC を1枚取ると、チャンピオンの資格が得られる。規模の大きなフシーでは、MCC 以外に、フシーの発行するキャッシュ部カードが発行され、4枚、1枚目と4枚目は1年、以上離れている条件がある獲得すると、インターナショナルビューティーチャンピオンにいる資格が得られる。チャンピオンになると、決闘書に、それが記載される。JKC の場合、CH、 インターナショナルビューティーチャンピオンでは INTCH と略記される。BOB 選出、キャッシブの発行条件などは見直しが行われ、また、等数により発行される枚数が異なったり、ジャッジの基準に満たないという判断により、1枚も発行されないことがある。ハンドリングを制御とする、その犬を所有している本人が引くオーナーハンドラーの分類がある。 オーナーハンドラーには、ブリーディングをしている本職の人と、家庭犬を引く人に分けられる。日本では、プロハンドラーが大半である。イギリスを含めて、ヨーロッパでは、ブリーディングをしている、オーナーハンドラーが多い。一犬種を審査できる資格とすべての犬種、オールブリードを審査することのできる資格がある。JKC 審査員では、本人もしくは同居の家族が5頭以上の、 チャンピオン券を出している。もしくは、ハンドラー、トリマーなどの A 級以上の取得者で、同じく本人及び、同居家族が一等以上のチャンピオン券を出しているなどの最低条件の上に、いろいろな条件を満たした上で、研修などを経て、ジャッジになることができる。小型券は、テーブルの上で、大型券は、地上で、ステーポーズを取り、ジャッジが触れて、歯並びを始め、 骨格などを確かめる、触診。その後、多くの審査では、アップダウンという、歩み様を最初に見る。歩み様とは、ハンドラーがトロットと,という歩き方をさせ、その時の様子を審査するもの。アップダウンでは、ジャッジから見て一方向へ進み、そのままターンして一直線で戻ってくる。その後、トライアングルもしくはラウンドで、リング内を一周もしくは、ジャッジの指示により複数走る。 この時間約3分。ハンドラーは、この3分の中で犬をしっかりジャッジに見せる。審査をスムーズに進めるために、進行を行うスチュアートが、リング内に入り、呼び出しや、記録を行う。決闘者の発行されている開催する団体に入り、会費を収める。ドッグショーのスケジュールを開放などで知り、2週間前までに、申し込み書と出勤代金。 JKC だと賞の規模により6000円から1万円を添えて申し込む。血糖症を持っており、繁殖、繁殖する医師の有無は問わないできる状態でなければならない。自分で引く、ハンドリングする場合は以上の条件だけ。ただし、ハンドリングを何らかの方法で学ぶことが必要。無料講習会や有料講習会があるので何度か参加し、 ドッグショーを何回か見学しているとマスターできる。プロハンドラーに依頼する場合は約1ヶ月前に犬を預ける。ドッグショー当日はショーが終わるまであってはいけない。多くの場合、犬がオーナーを見つけると喜んでしまい、ハンドリングは失敗することが多い。世界各国でもローカルの小さなショーから世界中から犬が集まる大規模なショーまで、 様々なドッグショーが開催されている。愛好家同士が個人間で愛眼犬を披露し合う非公式なショーは以前から行われていたが、世界初の本格的なドッグショーは1859年にイングランド北東部のニューカッスルアポンタインで行われ、60頭の犬が出場したが、ポインターとセッターの部門しかなかった。このショーは評判を呼び、その後、 より規模の大きいドッグショーが各地で開かれるようになった。ドッグショーの流行によって、人々は、犬種や犬の血統に強い関心を持つようになり、雑種犬はうんじられるようになった。やがてショーに関する不正や詐称、犬への扱いが問題になり、1873年に犬の血統を確立させることを目的として、ザケネルクラブが設立された。ドッグショーのために、 犬種をスタンダードに合わせるように犬を交配する例があり、大きな批判を受けるようになった。犬が外見だけで選択され、死役犬としての能力や動きの質を落とすとの指や、優勢学を助長しているとの指摘がある。アメリカのいくつかの死役犬種の組織は、ドッグショーへの参加により死役犬の能力が落ちることを恐れ、自らの組織の死役犬が、 アメリカケネルクラブなどの組織から犬種として認められないよう努力している。2008年に英国放送協会はペドグリドックス・エクスポゼドと題したイギリスの純血主権の健康問題に関するドキュメンタリーを放送した。この番組は英国民とブリーダー組織との両方に大きな反応を引き起こし、ケネルクラブが大きな批判を受けた。また BBC は 長年放送をしていたクラフツドッグショーの放送を取りやめた。またドッグショーの多くのスポンサーがドッグショーからスポンサーを降りた。批判を受けたイギリスのケネルクラブは遺伝的な健康問題を根絶するためすべての犬種のスタンダードを見直すことにした。特に近親交配を禁止し不健康な犬がドッグショーに参加したり賞を受賞しないようにより監視を強めることとした。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。